サセックスは、1928年浸水のイギリス海軍の従順洋艦、ロンドン級、第二次大戦時のサセックス。環境構造が改良され、対空火器が増備されている。1927年2月1日寄港。1928年2月22日浸水。1929年3月19日竣工。第二次世界大戦前は、地中海などに、 配備されていた。第二次世界大戦開始後は、大西洋やインド洋で、ドイツのポケット戦艦アドミラルグラーフシュペイ捜索や、戦乱護衛などに従事した。1939年12月2日には、ドイツ船ワツシを捕捉、ワツシは自陳した。ついでノルウェーの戦いにも参加した。グラス号で修理中の1940年9月17日、空襲で爆弾が命中。 火災が発生し、沈下のためドック内に注水されたことから、本館はドック内で横転した。この修理には1942年8月まで要することになった。修理完了後は、ドイツ船の捜索や、船団護衛などに従事した。1943年2月20日には、ドイツ船ホーエンフレドバーグを発見。ホーエンフレドバーグは自沈した。 1945年になると、東南アジアへの攻撃作戦にも参加した。9月、シンガポール再占領に参加。1949年に退役。1950年、ブリティッシュスチール社に売却され、解体。ありがとうございます。